出されたいと投稿。さらにどんどん万引きしよう、窃盗罪が成立するから簡単に逮捕してもらえるはず。ね、こういうこと言ってる人がさ、最後に主義に立候補してるなんてダメだよ。調べに対し、もうちょっとしっかりしてもらえるかな。犯罪予告をしたことは間違いありません。容疑を認めているということです。購買の原点とされる水俣病が公式に確認されてから昨日で67年。どうなっちゃったんだか、この日本はな、いろんな人が変な人ばっかが。水俣病犠牲者慰霊式には患者や家族に加害者側の国と熊本県の関係者などが参列しました。祈りの言葉を捧げた松崎雅史さん、認定患者だった両親も今年2月までに相次いで亡くしました。5月もなんかいっぱいあるかな。国が被害の拡大を防げなかったとして謝罪した。でも国だったらすごい綺麗かもね。被害者団体は特措法が定める健康調査を18分ぐらいで実現などを要望。西村大臣は個人的な見解をした上で、調査実施に向けた研究班を夏頃までに立ち上げる考えを示しました。5月峠なんかある。熊本県内では平均
去年8月以来およそ8ヶ月ぶりに2万9000円台を回復しました。先週末、日銀の植田新総裁が初めての金融政策決定会合後の会見で、下の方だけで早いな、金融緩和策の継続を自ら説明し強調したことや、今週アメリカで追加の利上げに踏み切るとの見方が強まった。すごい綺麗だね、綺麗にほら平らにやってんね、うん、すごいよ、綺麗にほら。豆だよ、豆だよ。全然デコボコがない。豆なんだね、だからね。アメリカの主要銀行の一つ、ファーストリパブリックバンクが経営破綻しました。それだけ丁寧に雑にやってっかしょうな。リーマンショック以降、最大規模の銀行の破綻となります。アメリカの FDIC、連邦預金保険公社は1日、経営悪化が懸念されていたファーストリパブリックバンクを閉鎖し、銀行大手の JP モルガン・チェースが全ての資産を買収することで合意したと発表しました。ファーストリパブリックバンクの資産規模は全米14位の2126億ドル、なんか畑になったみたいにすごい綺麗に、ね、経営への不安が高まる中、預金の流出が続いていました。アメリカの主要銀行の経営破綻はこの2ヶ月で3回目、千葉と比べると全然違うもんよ、千葉雑だもんよ。今回の破綻は2008年のリーマンショック以降最大規模となります。札幌市のゴミ回収施設で1月、資源ゴミの中から現金1000万円が見つかった件で、期限だった一昨日までに持ち主が特定されず、どこ行くんだよ、札幌市が所有権を得ました。警視庁によりますと、最近、山田博士容疑者が19人を
これ44のババアだね。じゃあこれ音声入るからやめてよ。そんなバカな音声だってやめてよ。また俺カットしなきゃいけないじゃん。またピーってやる、ピーってやんなきゃいけない。はい、右、5月、あ、なんとか祭りって書いてあるな。ご飯祭り、何あれ、潮祭祭り、なんかどっかでやってんの。道の駅を渡ったらなんかやってんのか。さあ、ここから5月峠大丈夫。
たの？多分俺こっちなんだよ、この道なんだけどさ、陽子と五月町まで。五月来たよ。ただこの時間だからそんなに人いないの？ああそう、いないと思う。わかんないけどね、人気のあるところかもしれない。あそこはさっきのところは2位だから、1位のところはどこにあるのかな。みんなあそこでなんかあれやって帰り行くんだろうね、だからあそこは行ってみるけど。でもね、モーニング食いたいね。そう、あの朝そこ喫茶店あったから、喫茶店とかあったから、なんかいろんなの写真撮ってきたけど。おぉ、イタチ。イタチだよ。いやすごい綺麗なイタチ。ね、綺麗だったね、今ね、なかなか。でもうちの方もこの前アリがいた。リス、リスだよ。イタチかなと思ったらリスだった。珍しいね。うん、畑のところ。だからいるんだね、自然。そう、いるよ。本当だ、道の駅あった。フードブリだ。どこ？違う、まだまだだけど看板出てた。もうそろそろじゃない？ほら看板出てきたから。ああ、本当だ。左折だって。左折。あ、そう、左折だ。これもう左折だ。左折だ。おいおい、あれ、あ、これティッシュ、ティッシュが出ちゃうんだよ。もうだよ、もうだよ、もうちょっとだよ。うん、もう行くとあるんだよ。うん、あるある。もう峠越えちゃったわ。あ、そう。五月峠通り越しちゃった。あら、さっきなんか工事現場なかったのかな。工事現場、あそこら辺だったよ。これあんまり人いねえだろう。なんかガラガラ。でも今左折って書いてあったよね。うん、まだだよ。まだずっと先だよ。まだ先だよ。だからこれの道なんだよ。おお。だけど。これなんとかの間違い。あ、やっぱああやって水が来ないようにちゃんとやってんじゃん。ほら、ポツンと一軒だって。ほら、ポツンと一軒。ははは。ポツンと一軒か。あと500メートル。うん。今笑っちゃう。ポツンと一軒って書いてあって。うん、書いてあった。テレビに出たんじゃない？写真をやってやればいいじゃん。ポツンと一軒。来るかもよ、道の駅。あ、いねえ、あんまり。そこだよ。これ。うん。これじゃねえな。あ、でも500メートル。もうちょっと先だな。もうちょっと先。これか。そうだ、これだ。これか。何もねえじゃねえか。誰もいねえじゃん。まだ9時まで。あっち戻るか。あっちの方が良さそうだな。っちの方が良さそうだね、横浜から来てる人。まあ来たってことで、写真だけで。健常の里五月。なんか観光博物館しかねえじゃん。いや、綺麗は綺麗だけどさ。これだけしか人がいないと、ゆっくり寝れたでしょ。ああ、そうだよな。何もないじゃない。うん、戻ろうか。あっちもあるけど、あっちだったのかね。まあいいや。直売所、あっちも、あっちもちょっと行ってみっか。直売所は向こう、うん、下行ってちょっと車でちょっと行ってみる、ね。うん、あんまりよくね。下にもあるけど伝統産業会館だと。こっちが道の駅だ。こっちにも車停めるとこあるんですよ。こっちには2人しか泊まってないじゃん。何人もいないじゃん。うん、五月海産物。あっちっちゃな町だから。宮城、山形、福島。